ジェームズ・ハルセルは、アメリカ空軍の軍人で、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。5度のスペースシャトルのミッションを経験した。彼は無重力空間を漂い、宇宙から地球を見るのが好きだと語っている。ハルセルは、ルイジアナ州ウェストモンローで生まれ育ち、空軍士官学校に通った。テストパイロットとしての訓練を受けると、F-4、F-16、F SR-71 等を操縦した。ハルセルは1990年に宇宙飛行士の候補に選ばれ、スペースシャトルの操縦士としての訓練を受けた。彼は操縦士として、1994年の STS-65、1995年の STS-74 に、船長として、1997年の STS-83、83 STS-94、2000年の STS-101 に登場した。2000年から2002年には、ケネディ宇宙センターで、スペースシャトル計画の打ち上げの責任者となり、13度の打ち上げに携わった。コロンビア号空中分解事故後は、飛行計画チームを引き、事故調査チームの提言を計画に反映させる業務を、担い、2005年のミッションの再開につなげた。 彼は2006年11月に NASA を退職し ATK ランチシステムズグループに就職してマーシャル宇宙飛行センターの ATK 側のサイトマネージャーとなった。ありがとうございます。